やるかポケか。ウェルカムトゥポケモンカー。クリスマスプレゼント交換の最中に事件が起きました。1が突然爆発、プレゼントは4つ、どれも同じ袋、買ってきたもの袋全部入れたら交換しよう。それがみんなの手札、そこからみんなの袋を開ける、開ける、石だけで爆発、様子見て首を振ったならバトルスター。俺の番、一枚引こう、ポケットの中には犯罪予告、勝ったらトラッシュ、犯人はこの中にいる、アリバイどんどん調べていこう。俺はポニータと今日の朝買いに行ったよ、炎二人で。そっからずっとスタジオに一緒にいたね。私は昨日水デッキを買いました。今日は早めに着いて、3時間前に着いて、水デッキあそこに置いたんですけど、爆発したのは炎デッキなんで、私は犯人じゃないです。私は水デッキ買いました。時間はついさっきです。レシートもあるので間違いないです。現場にあるのは水、炎、炎、炎。水と答えた2人のうちどっちかが嘘をついてるね。レシートのないちゃんなつが怪しいな。私は水デッキが好きなので水を買いました。嘘じゃないです。一番怪しまれる可能性が高い爆破に使われたものと同じ炎デッキを最初に名乗ったチカリータさんは信頼できそう。もし犯人なら嘘ついて炎以外だと答えるはず。私もちゃんなつさんだと思う。決まりだな。強気だ、動機があるから犯人だ。タイプじゃない、エネルギー溢れるポニータ疑っていたはずだぜちゃんなつ。それ言ったら君の番は終わり。真犯人を見つける宣言。次は私の番。何か犯人の証拠を見つけられるか。何かあるはず、証拠があるはず。え、何これ、ダイニングメッセージ。ゾロアーク GX、 本当だ。これは犯人はつまりチカリータさん。そんな、確かにゾロアークは好きだけど偶然でしょ。それにほら、それ以外にもポケモン入れ替えとか他のカードがあるし、何か別のカードを指してるのかも。そもそも燃えてない3つの袋の中のデッキについた指紋を調べれば分かるだろう。犯人のデッキは燃えたんだから、残った袋の中に自分の指紋がついてない人が必ず1人いるはず。それが犯人だよ。今なんて、指紋がついてない人が、いや、その前です。ポケモン入れ替えとか。入れ替え、そうか。ちゃんなつさん、袋を持ってきて置いたって言ってましたよね。袋ごと別物に入れ替えることだってできますよね。チカリータさんが入れ替えた可能性もあります。あった。私奥の方でデッキ解体作業とかしてて見る暇なかったもん。つまりはこういうことです。チカリータさんはちゃんなつさんの水デッキを爆発物入りの炎デッキに差し替えた。そして自分は普通の炎デッキを、中身に指紋をたくさんつけて使用する。爆発した方は切れ端しか残っていないから指紋は残らない。残る3つの袋の中からはちゃんなつさん以外の指紋が見つかるため、ちゃんなつさんを犯人にできるということです。つまり完全犯罪が成立する。ということはもしかして、チカリータさんには動機もある。自分を差し置いて第二の YouTuber を募集したポニータさんが許せなかったんだ。だから
爆発させたんでしょ。仮にだよ、俺に動機があったとしてもさ、でもプレゼントはぐるぐる回したでしょ。ストップって言ったのはポニータだよ。つまり誰にでも、それこそ俺にだって当たる可能性だってあったろ。完璧に計算したんだ。え？二人は今日ずっとスタジオで一緒だった。だからきっとプレゼントの回し方も打ち合わせしていたはず。証拠がない。それにあのめちゃめちゃ適当なポニータをコントロールするなんて、打ち合わせ何度繰り返したって無理だ。わかるだろ。それは確かに。いや、コントロールする方法ならまだあるわ。ちゃんなつさん、多分ポニータさんはドッキリを仕掛けるつもりだったの。ポニータさんのデッキには何らかの仕掛けがあって、それを誰かに行き渡せるようにしてたの。私もなんだかんだ長い付き合いだからわかる。いたずら顔だった。おそらくターゲットは女子。ドッキリは女子の方が動画伸びるって何かの時に言ってた。私の右側がポニータさん、そしてポニータさんの右側がアイミーだった。仮に時計回りにポニータさんがアイミーを狙うなら、私のプレゼントはポニータさんに届く。そう、シカリータさんによって差し替えられた爆弾入りのプレゼントがね。それが本当なら私のスターターセットの中には、表のカード以外全部ポニータ石井の名刺？なんて地味なドッキリなの。間違いない。ポニータさんに地味なドッキリを吹き込んでコントロールした犯人はあなたよ、チカリータさん。待ってくれ、差し替えた証拠がない。ただの妄想だ。普通にチャンナツが犯人の可能性の方が高いでしょ。ポニータさんがチャンナツさんとドッキリの打ち合わせをすると思います？いつも場をかき乱すド天然のチャンナツさんがドッキリを仕掛けるなんてできないはずなのに。え？でもそれだけじゃ弱い。もっと具体的な証拠が。証拠ならさっき手に入れたわ。見て、ポニータさんの鍵を使って倉庫を開けたら見つけたの。これが入れ替えの証拠よ。すごい。きっと後で捨てるつもりで一旦倉庫に隠していたんですね。袋の中の指紋を見ればきっと。それに倉庫の鍵を持って中に入れるのはポニータさんとチカリータさんだけ。つまり真犯人はチカリータさん、あなたよ。その通りだ、俺が犯人だ。強い俺を差し置き増員するのが動機だ。チカリータでいいじゃん、第二の YouTuber 不要。決め手はゾロアーク GX。 スタンダード使えないから俺のキャラ薄れる。今の俺の相棒チラシの。かわいいじゃん。生きてるー。ポニータショー。